ホームランを浴びてしまいました三沢。カブレラの当たりはライトに上がった。大きな当たりはそのままスタンドイン。カブレラの高く上がった。ぐんぐん伸びていく。レフトローズは見送るだけ。そして迎えているのはカブレラ。うわー、これは文句なし。松井カブレラ。ここからライオンズからいえばね、このオーダー的に価値がなくなったという。あっとセンターへ、うわーっと行きました。これがなんともう4本目です。やはりこの人4番にいると相手ピッチャー嫌でしょうね。うわーすごいすごい、なんだこれはという、本当にすごい。もう5本目のホームレフトへ、これはショートが見上げています。うわ、大きな6号ホームランが出ました。カブレラ第6号の今日はリリーフですが、センターへ、これも行ったでしょう。センターのサブローが見上げて打球が大きな当たり、レフトへ飛んだ。文句ないでしょう。場外行ったか、文句なし。上段に突き刺さりました。 MVP に輝きました。右方向だ、ライト見上げる立川、中段まで持っていく。今シーズン第10号のホームランということなんですかね。ちょっと不安ですね。心配です。あ、行ったか。あ、これは行きましたね。左中間スタンドです。左中間スタンド、カブレラ。できればファイターズとしてはゲッツーを。右打ち、伸びて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 入りました。アレックス・カブレラ満塁ホームラン。バッテリーはどうする。外に行った、打った、左中間、これ行っちゃったね。試合を決める一発、4番の一振り。ノズです。打った打球はライト、行った、これは行った。ライオンズファンの待つライトスタンド一直線、3対2となる。グネッとなるような感じになりました。痛烈な当たり一直線、カブレラの一振りで試合を振り出しに戻しました。しっかりと落ち着いて断ち切りました。そしてこの6回の裏、先頭のカブレラ高く上がった、入りました。ホームラン、滞空時間の長いホームラン。岩手選手の直筆サインボール、当選者の発表です。岩手県高橋時周紀さん、福岡県奈良原優紀さん、徳島県西村京子さん、以上3名です。4番のカブレラを迎えています。レフトへ、これは文句なしです。今シーズンの第18号のホームランは、いや、これはどこまで飛んでいったでしょうか。場外ですか。特大のホームランが出ました。7連勝をかけての今日のゲームです。これは詰まっているか、いや、入った、入った、バックスクリーン、一瞬詰まったかに見えた打球。しかしこの人のパワー、指示が出るんですか。ありますよ。真ん中に入った、昨日に続いてバックスクリーン、どこまで飛んでいったんだ今のボールは。さあ外のボールで勝負なんでしょうか。外落とした、それを踏み込んだ、第21号がどこまで行く。ライトスタンド、なんとなんと一番深いところ。打った後、打球の余韻に浸ってしまったという話をしてましたね。これもどうなんだ、行くぞ、行ったぞ、行った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 。今日2本のホームランは共にライト方向。そしてこのワイルドピッチに気落ちしたんでしょうか。カブレラとの打席、
詰まりながらもレフトスタンド持っていかれました。これで5対1。カブレラの逆、ローズ第1打席はレフト前ヒット。カブレラ25号はどこまで飛ぶのか、冗談だ、ローズアゼンボーデンの一撃。またインコースにじり寄った、危ないボールだ、これ行ったでしょ、危ないボールだ、右中間、これぞカブレラのド迫力。打った大きい、左中間スタンドに入り、そしてまたインコースに構えます。高々と上がったレフトへ、打球がグーンと伸びていく、逆転ツーランという感じです。これはどうだ、これはいかがでしょう、これは行きましたね、ホームランです。第29号が出ました。4対2来てますから、この打席ちょっとね期待しますね。期待できますか、はい、あっと無理な体勢からですが、うまくすくって、どうだどうだどうなんだ、入った、入りました。4番の一振りには4番が一振りで返しました。変化球を左中間に運んでいったカブレラの大きな打球は飛び込んでいきました、同点を。これは文句なしか、的山の要求とはちょっと違うところ、思惑とは違うところにボールが行ってしまいました。さあ強い打球を打ち返したカブレラの打球、入りました。今日のローズは34本打っていますが、その34号に到達するかどうか、入りました、ホームラン。うわ、来た、どこまで行く、どこまで行った、場外か、最上段、最上段、左中間一番深い、ワンボール、あー飛び込みました。ここ10試合で2本というカブレラとしてはペースとしては良くない。その初球カブレラがいった、球が上がった、そしてセンターバックスクリーン、思い切ってローズとは3本差です。昨日はバックスクリーンへ42号、タート上がった、どうか、芯ではありませんが、それでもここまで飛んでいく、飛び込んだ、当てただけのバッティングに見えましたが、集めることが大切ですね。センター行ったでしょう、これは第44号、センターバックスクリーン右に持っていきました。中間、これも行くのか、今日も行くのか、文句なし、主砲の働き、46号は右中間に飛び込んでいきました。当たり前のようにホームランを打ちます。通算150号、史上これらレフトへ、もう文句なしでしょう、いやファウルか、フォールの右を巻きました。カブレラパリーグタイ記録、6試合連続ホームランです。バッターカブレラ、48号のツーランホームラン、ホームランダービーで
ました。打球がスタンドに。カブレラ今日2本目のホームというのをぜひ来年に生かしてもらいたいマックス鈴木です。カブレラの当たり、これは行きましたね。これは完璧です。どこまで行くか、上段まで行きました。カブレラ第50号のホームランです。今日は厳しくなっています。ローズスタート、そして右中間へ、軽々と運んでいったカブレラ。使い方ってのあれば自分で覚えたんですか。ああ、カブレラの打球は、さあセンター上がった、カブレラ下がった、カブレラの打球が入りました。ホームランです。カブレラが草抜きからホームラン。4